下流側から撮影新潟大関は、新潟県新潟市の石屋分水河口部に位置する河道関である。信濃川から分岐して、日本海へ至る石屋分水の改作によって、流量調整及び海水の遡上防止を目的として、石屋分水の再下流、日本海に面した川口部に建設され、1971年に、竣工した。 品野川と関谷分水の分岐部に建設された品野川水門と連携しており、平常時は新潟大関を制御することで240から480リッター片メートル毎秒の流量のうち、関谷分水へは30リッター片メートル毎秒のみを流下することで海水の素状を防止、出水時には品野川水門を制御することで流量調整を行い、 最大流量4200リッター片メートル毎秒のうち3200リッター片メートル毎秒を石屋分水に流化することで本川の流量を抑え新潟市中心部の洪水被害防止に貢献している鉄筋コンクリート構造で石柱6基、主ゲート5門、肛門、魚道、管理橋を備える主ゲートは幅41.2メートル高さ6.4メートルの 厚生ローラーゲートで、校門は主ゲート左岸側に、魚道が両岸に設置されている。左岸側には、田中角への記号による、新潟大関の名盤が取り付けられている。設備の維持管理のため、上流側に設置されている管理橋は、新潟市道との兼用工作物となっており、市道西1から94号線の新潟大井橋として、一般開放されている。 車道は、左岸側からの一方通行路が一車線で、歩道は両側に設置されている。東詰め側の道路へは左折のみ可能で、上流側にある浜浦橋方向へは右折できない。なお、浜浦橋の東詰め側から、海岸方面へは通行できないため、新潟海岸バイパスから、海岸方面へ通行するためにはこの橋を通行する、必要がある。左岸は、新潟市西区。 右岸は中央区となっており、新潟大関を挟んで、右岸側に国土交通省北陸地方整備局、品野川下流河川事務所、左岸側に品野川下流河川事務所管や出張所の庁舎がある。関屋出張所には、関屋分水資料館が設置されており、関屋分水に関する資料を展示しているほか、関屋分水の改作を記念して設置された石分、 記念公園が右岸側に整備されており、展望台から新潟大駅の前景を眺めることができる。日本海に面しており、風浪に直接さらされる過酷な環境にあることから、完成後40年以上が経過して老朽化が進行しているため、河川管理機能を維持するため、補修が行われている。石柱、上や管理橋などのコンクリート部分では、園外及び、 アルカリ骨材反応による劣化が発生している。被りの不足している久しぶなどでは中性化も影響しており、健全性診断で補修が必要とされている。ゲートは風浪による衝撃でと当たり部が繰り返し破損しているほか、構成であるため定期的な塗装と腐食部の補強が必要となっている。維持管理計画策定にあたり、ライフサイクルコストの観点で作案を比較した結果、 原子設の残り寿命である60年後の時点では、初期費用の大きい更新案に対して、管理協掛け会案及び補修延命案が、ライフサイクルコストに優れるとされた。ただし、津波対策、ゲートの構造変更、補強の再劣化への対応などが検討されていないため、さらに検討が必要であるとしている。管理協については、当初は、 補強を進める予定だったが、同様の損傷が他の警官でも発生する可能性が高いことから、早期更新を図る方針への転換と、掛け替えに向けた詳細設計が実施が示されている。ありがとうございます。